さあこれで1体ずつ瀕死です。あおいいですね、相性つきました。悪役や。おお、いってらっしゃい。ゴージャス、ナスケとポケットモンスターキンギン。はい、ということでございました。はい、就活就活じゃないですよ。就活じゃない。いや確かに画面越してみると就活ですね。おじさんご希望です。幅見せるね。幅見せていこうと思って、ポケモン動画はやっぱりいろんな人に受けるように、ね、とかね、はい、ということでございまして、山田さん、はい、お願いします。よし、今日もやっていくぞ。はい、前回ですね、あのゴージャスさんと直輔さんで、まあちょっと殿堂入りした同士のポケモンで戦っていただきまして、はい、まあ、ちょっといろいろありまして直輔さん勝利という、まあそんな感じの、まあまあまあ、はい、はい、あの最初の試合は直輔がちょっと気に入らなくてダーンって壁机叩いたら止まっちゃって、僕が勝ってたんですよ。気に入らなくてじゃないですか。僕が勝ってたら、いやいや気に入らなくて止まっちゃって止まっちゃって、あれもう完全に僕勝ってたんですよ。完全に勝ってたんですよ、あれ本当に。そうですよね、リアクションの延長戦で止まっちゃったもんね。いやいや、どうしようもちょっとあんなないよな。大パンだよ、大パン。いやいやいや大パンだよ、大パンじゃないです。まあそういうこともありましたので、はい、今回ちょっとまあ急遽もう一戦やろうということで、はいはい、そうですね、はい、ちょっとまあ今回はゴージャさん勝つのか直輔さん勝つのかという感じで、はい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 、勝った方には、一応、これから先の攻略にちょっと有利になる何かしらをプレゼントいたしますので、はい、これでも前回のね終わり際にね、はい、あの無限回復みたいな感じでね、直輔やってましたけど、無限回復ちょっと自己再生もうしませんって言ってたんでね。そんなこと言ってました。どうぞ。お週間前ほら、編集大変、編集大変。皆さん、まあ、見てください、前の動画をね。本当にもう頭きちゃったの。そうですよ。なんにそう、卑怯ポケモンとか言って。まあ確かにね、あれがね、そしたら技マシン一つなくなるってことですか、私。ああ、確かに。そう、ハンデですね、ハンデ。ハンデです。いいんだ。それはどんのある、どんのある。どんのあるね、確かに代償としてね。どんの代償です。よし。頑張りますよ。とりあえずまで一戦してみて、はい、はい、どうなるかということを見ていきたいと思います、うん、いや、はい、それではゲーム画面いきましょう。こちらです、うん、ただからこれ一回軽めのやつで一回様子見ようかな。はい、はい、まあ、初手結構重要ですからね。重要ですよね。最初のポケモンで結構変わっちゃうぐらいの。しゃあ、よし、さあ始まります。最初のポケモンなんですよ。なんだ、何が来る。ブラッキー、ブラッキーです。はい、ブラッキ ー、 おー、あー、予想通り。はい、ブラッキーです。読み通りでした。いやちょっと分かりやすいな、ゴジャスさんは。あれ、私が先、こっち。さあ、どっちが先に後ろ向くか。じゃあ先、後ろ向く。あ、じゃあ、はい、あ、私が先に選ぶんですね、はいはいはい、で10秒カウントしていただいて、はい、10、あ、優しい。9、あれ、優しい。8、7、6、5、5、5、5、5、5、5、5、早い、急に。10、9、ちょっと久しぶりだから待って、ありがとう。いやー結構効くな。キリサ、その切り裂いていく。ある一撃。おお。効かないね。いや、ブラッキーが手強いんですよ。手強いですね。HP も多いですね、やっぱり。19、8、7。ああ、やばい。いや、どうしようかな。さあ、そうだよね。お、スピードスター。さあ、これは。お前行くんだっけ。よし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 。お、結構効いたの、結構効いた。切り裂く。いや、全然切り裂いてないから。切り裂いてないから。全然切り裂いてない。いや、どうしよっかな。3、2、1。うん。さあ、先に倒せるのはどっちなのか。見てる。
普通に見てましたね今。見てますよね。普通に。見てる。なんだ。待って待って待って。待てー、はい、はいはいはいの選びました。あ、嘘、間違えた、間違えたポケモン変えました、でも間違えた。お、ルギア間違えた、間違えたルギア、間違えたブラキ体当たり、体当たりでいいの全然聞いてない。俺間違えました体当たりニョン3、2、まだまだまだやばい、1、はいはい、どうぞ。ちょっと間違えた、直輔さんが間違えましたという。戻りな、チェンジして198なんだろう。あー、ごめんさんに、はい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 。さあ、ルギア来るでしょ、来るでしょ。おお、ポケモン変えました。おお、でもまあまあ全然間違えた、お得だよ、こっちやっぱり間違えてたと。あ、エンテイ、エンテイ、エンテイ、ミキティみたいにエンテイギター、あれ、はい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 、あれまあまあ入ってますね、体当たりでしょ、ね、そうですね、これはハマってるじゃないですか、エンテイに。さあ、直輔さん、次はどうするのか。ルギアは間違って出していたということなので、はい、おそらく何か作戦があると。決めました。あ、変えました。ゴージャスさん、ポケモン変える、すぐーん、すぐーんだ。踏みつけ、どんなことしてくるんですか。おー、いいね、いい戦い。うん、はいはい、変えなさい、変えなさい。あなた変えますね、あなた変えないとバブル光線で死ぬわよ。ゴージャスさんのバブル光線宣言、乱されてるな。はい、はい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 、あ、OK です。はいはいはい、さあ、あ、変えました。もう変えてるでしょ、どんどん変えて、変えまくってたら攻撃できませんからね。そうですね、変えまくっていうと攻撃できないので、変えまくっちゃいますね。でも後々フリーになりますよ、はいはいはい、さあ、カード、うん、カード、おお、バブル光線、宣言通り。あ、結構効きましたね、効きましたね、これは予想外か、バブル光線強い。じゃあ変えましょう、変えなさい。3、2、お、選びました、変えなさい。さあ、どうする。あなた変えても全然こっち問題ない、あの、電気にしなさい。はい、電気にしなさい、電気電気にするのか。あ、あれ、最後キネシス食らえ。おー、結構効きましたね。よし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 、いや、なんともない、なんともない。さあ、バブル光線、耐えるんだ、よしよしよし、耐えるんだ、耐えるんだ、強めに当たれ、強めに当たれ、強めに当たれ、いい戦い、よし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 、カード耐えました、よし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 、10、9、6、さあ、ゴージャスさんが3、いい戦いを見せております。待って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 待
ルージュラ。おー、ルージュラ。出た、ルージュラ。あ、そっくり。ナオスケと似てきたな、これ。似てないです。似てきたな。怒られますよ。似てないです。さすがに。絶対似てないです。どっちものファンから怒られます。どっちものファン。いいよ。お。お見てる見てた。はい。ゆう。はい。はいはい。キスだろ、どうせ、キス。おおお、それは飛びました。冷凍パンチか。はい、ああ、避けました。はい。はい。はいはいはい。キスだろ、キス。はい。はい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 。さあ、それは飛ぶ攻撃。ああ、外れた。よっしゃー、これはきつい。おい。おい。おい。今のちょっと外れて痛かったっすね。おい。さあ、これで1体ずつ、あ、瀕死です。あ、危ない危ない危ない。今、机。わざと？わざとだ。どうやってさ、危ないな。わざとじゃない。6、4とかやっぱ振動に弱いんでね。気をつけてくださいね。悲劇が起こるところですから。ナチュラルに出ちゃうんですよ。危ないところですよ。そう。お、ブラッキー。8、はい、7、はい。はい。はい、どうぞ。はい。あなた変えますね。お、直輔さんを変えると。あなた変えますね。ゴージャスさんの予想。私当たるのか。1枚で逃げるんですよ。はい、はい、ゴージャスさん。あなた逃げるんですよ。リョージロは早い。当たれ。やった、ぶっちゅーぶっちゅーしたー、ぶっちゅー入った。よっしゃ、これはでかい、これはでかいぞ。さあ、かわいい寝顔で寝てます。さあ、おお、変えてきました。本当は変えなくてもよかったんだけどね。何にしたのでしょうか。本当はね、本当は変えなくてよかったんですよ。ヒノジャス、あー、ヒノジャス、うん、一回でも分からせてやんないとダメだ、この。あ、間違った。え？効果今一つ。あ、あ、え？相性的には有利ですね。あ、そっかそっか。あ、いいのかいいのかい。ルージュは何ポケモンか知ってます？お、あの、エスパーしか分かんない。ああ。はい。あれ、だって俺も間違えた。あれ？間違えた。ん？お、ナオスケさん変えました。変えます。ルージュラを変えて、さあ何を出すのか。うん、オーダイル、はい、なるほど。もう一体言わないんだじゃん、これ。一体言わない。え？一体言わないのか。はい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 。いや、相性有利、オーダイル。はい。さあ、どうする？うん。お、ああ、そうだった。カミパンチ。カミパンだ。カミパン。強い。これは相性ついた。弱点つきました。そうだった、忘れてた。カミパンついてる。いいの、じゃそう覚えてた、ね、めっちゃいいじゃないですか。ゴージャスさんやるじゃないですか。先行だった、先行入れちゃいましたね、今。あとはいい勝負ですよ、今、うん、はい。さあ、何を出すのか。ポケモンが再びバンドを発動します。エディーン定番の。どっちの炎が本当の炎か見せてやろうじゃねえか。炎対決。お前の炎はマッチの炎だ。俺の炎はマグマだ。うお、マッチとマグマ、はい、やはり違います。さあ、どうする。逃げた逃げた。炎対決、逃げました。あー、スイ君なんかかぶせたがりますね、うちのエンテイに。炎の、あ、渦？渦。動けないパターン？あ、閉じ込められた。よし、閉じ込めてやったー。全然効かない、全然。あー、もっとあったかくしてほしいな。お湯になりたいよ、もう。はい、はいはいはい。はいはいはい、一旦落としましょう、私は。お、ここでポケモンを変えてきました。一旦落としてやりましょう。さあ、何にしたのか。デリューン。ムカつくな、こいつ。デリューン。ブリブリ。はいはいはい、全然大丈夫。さあ、バブル光線。バブル光。よし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 。そこそこのダメージですね。10、9、8。さあ、渦は消えたかもしれないですね。6、5、4。あ、渦消えてる？3。今、渦のダメージ入らなかったんで。あら、もう渦消えてるって。え？じゃあ、変えよう変えよう変えよう。割られないで出ますよ、多分。渦消えてるでしょ、だって。
っ張られないで出ますか。うず消えてるって。もう10秒終わりましたよそうですね、まあ見ることはできますね、もうさあ、スイ君、お、変えました。あ、変える。さあ、何に変えるのか。あ、エンテいなくなっちゃうとあれなのかも。そうですね、うずが排除されました。だよな、コロン、紙パン、おいいですね、相性つきました悪役や悪い笑い方してるな。腹立つ。どうしたい。そうか、そうか。198763日で。はい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 。あ、変えました。ポケモン変えるゲームじゃないの。ポケモン戦うゲームなんですよ。戦うゲームなんで、ポケモンが。さあ、変えてきました。アルギア。ルギア。これはどうだ。さあ、相性、そっかそっかそっか、地面効きません、飛行タイプ。10 9 8 7 6 5、まあもうでも力でねじ伏せるわ。お、力でねじ伏せる、はい、レベル差はね10レベルありますから、うんうんうん、 HP も倍ぐらいありますからね、差が。はい、頼む。よし、お、エアロブラスト、粉々にしてやれ。よし、よし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 、急所に入りました、急所に入りました。さあ、岩落とし、はい、はい、効かない、はい、効かない、効果抜群でも効果抜群だったからこそこのダメージ入りましたねじゃなかったらちょっとミディやったかもしれないですね。結構入りましたよ、好感度悪いぞな。10 教えてやろうか、大人の厳しさっていうのを言って。お直輔さんも大人ですよ。いや確かに。まだ子供だよ。子供なんですか。はい。25歳子供ですか。20代子供だよ。20代子供。お、ブロッキー。あ、寝てる？寝てます。さあ、起きるのか。寝てます寝てます。効かない。ほら。おお、耐えますね。いやー、まあ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 。これで寝てる。相当なもんだよ。寝ぼすけ。寝ぼすけですね、これ。直輔寝ぼすけ。はい、はい、あっち見てください10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。おっ、変えました。変えるんだ。さあ、無駄に出したぐらいの感じですね一旦ちょっと無駄にしました。ヒノジャス、はいはい、ヒノジャス、ヒノジャスでしょうね。一発食らわしておきますわ。さあ、ルギアのエアロブラスト、あー結構効きますね。よし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 、いいぞ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 。さっきの交換がちょっと効いたかいや、いい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 ね。さあ、作戦だと信じましょう。3 2 1、ちょっと賭けに出る。お、ゴージャさん賭けに出ました。危ない。ちょっと見たんじゃないですか今。見たな。見てないよ。見たな。意識過剰なんじゃない。いいですか。まだです。3 2 1。ダメです。2 1 2。はい。ゼロ。お。煙幕。お。賭けに出ましたと。煙幕は張った。そういう賭けか。なるほど。命中率下げていく。確かにこれで当たらなかったらでかいですよ。当たれ。おお、賭けが、賭けがいい感じにいきましたね今。賭けは僕の勝ちのようだ。よき。さあ、よき出ました。はい。九。両者とも睨み合ったまま動きます。はい。お、いや。変えた。変えんの？変えますよ。うわ。変えますよ。勝負しない女。してるんですよ。堂々としてるからこそで変える。覚えてました。はいはいはい、電光石火。よし、全く効きません。ちょっとダメージ、ドイツが来たらスイッチに謎同じことの繰り返しだろ分かってんだろそんなことはよ。果たしてどうするのか。はい、あ、間違えた間違えた間違えた。お、エンテイ交換。え、何に変えるんでしょうか。スイ君が出ると予想しての、おそらく交換でしょう。
あ、電流。スイ君出すんですよね、だって。さあ、スイ君出す宣言。出さない。嘘。嘘でした。スイ君出す宣言。出さない。出すと思ってた。完全なる引っ掛け。ポケモンってそういうことだ。ポケモン。悪いなー。うわー。一回ゴローンでとどめさす。お。はい。確かに相性的にはゴローンが有利と。あ、電光石火。さあこの場面で。ポケモンは変えません。ガーン。さあ先制攻撃入れていきました。うん、よし。雷パンチ。やっちゃいなさい。あ、つまない。やっちゃいなさい。おお、惜しい。全然大丈夫。耐えました。惜しいな。まあいい戦い続いてますよ今。いい戦いこれね。これはすごい熱い戦いがまだ2体と1体か。いい勝負が本当に続いてます。お。ここでポケモンを変えました。予想していたのか。見えたな。見えた。戦略。あ、ゴロン。ゴロンなんか一つも聞かない多分。アース、アース効かない。アース、はい、はい、変えなさい、あなた変えなさい。3、あなた変えるべきよ、あなた。さあ、ゴージャさんは変えるべきというヒントを与えてきました。果たしてゴージャさんはもう何を言ってるかね、ちょっと本当のことを言ってるか嘘か分かんないですからね今。やっぱメンタリストのね、絵画ドラマを見てるだけあってことを。そうなのよ。そうなんですよね。人はね、やっぱね、揺らしてきますからね、いろいろと。分かっちゃうんですよね、人は。はいはいはい。あのドラマ見ることによって、もう大体分かってる。はいはい。もうこれも分かった。あ、これも予想していたと。はい、まあ変えなきゃ戦えないですよ。ルギアでしょ。ルギア。なるほど。ルギア。メンタリストだ。メンタリスト。すごい。私の岩落としが、私の岩落としが炸裂するんですよ。マグニチュードです。中毒した。全然読めてなかった。全然違った。ポンコツメンタリストいました。分かってたって言ってたのに、あのあれ岩落としされたら辛かったな。本当ですね、分かってんです私は。分かってたのに。はい、今度岩落としますんでね。次こそは岩落としと。いや、もうその前に倒しますよ。さあ、何にしたのでしょうか。お、変えますね。お、変えました。ポケモンが再び。お、ブロッキー。お、ブロッキーで。おっと、眠ってしまっている。さあ、いいんですか。風を起こすと起きるでしょ。起こさないです。起こす。そういうことか。ゴージャさん、はい、はい、よし。さあ、エアロブラスト。さあ、今度は起こす、起きます。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よし、寝ています。こいつ、いつまで寝てんの。全然起きない。こいつ、なんなの。よし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 。こいつは、本当に頭きたくんか。はい。お、変えますね。変えました。予想通りと。変えるんですよ。直輔さんの方がメンタリストかもしれない。次何来るか分かんないですよって。ゴローンですよね。いけ、倒せ、倒してしまえ。風はね、岩に効かない。効く効く。おー、今一つ。うわ、効かない。よし、変えます。さあ、ゴージャスさん、ゴージャスさん、ヒノジャスに変えますと宣言入りました。はい、はい、さあ、もうこの宣言が全く役目を果たしておりません。基本嘘という。岩は聞けないよ、岩は。大丈夫、銃聞けばもういいのよ、銃聞けばいいのよ。岩だ。さあ、岩落とし、はい、動かない、聞かない。銃も、10歳年上ですよ、こっちは。10歳年上なんだから。俺20個ぐらい上だぞ。確かに。産んでてもおかしくないぞ。来いよ。はい、来いよ、来いよ、やってやるよ。おい、来い。よーし、おい。まあ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 、まあ、ここはこれはまあちょっと犠牲にした感じですかね。ね、ました。これは別に。さあ、これであれですよね、まだ2体ずつの品種なんで、うん、まだ並んでおります。ボロボロじゃねえか。いつの間にか削ってるんですよ、私は。トータル、そうですね、HP 的にはゴージャスの方が不利かもしれない。よくない。さあ、スイ君、8、7、6、5、4、3、何聞くのか、何聞くのこれ。何聞くのこれ。だって飛行でしょ。飛行と、飛行と終わってますよ。電気氷。
どうしたのか。お風起こし。受けるんですね、うちの風を。いけ。あ、全然効かない。効かない。さすが北風の生まれ変わり。伝説だ、こっちは。伝説。うん。これで。お、睨みつけていく。防御力を下げた。おお、なんか戦略的な戦い方してくるじゃないですか。そうですね、ゴージャスさんっぽくないですね。ゴージャスさんっぽくない。しかも防御力を下げるという。うん、結局ね、防御力下がったら終わりよ。防御力下がったら終わり。はい、ゴローンで一撃。はい。言いましょう。ゴローンで一撃？ゴローンもいないです。さあ、地道に削っていきます。伝説、伝説、伝説。地道に削ります。さあ、バブル光線。あ、今度は。さあ、防御力を下げた必要性はなかった。特攻ですね。よしよし。沈まないよ。死なばもろともだ。はい。お。はい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 。直輔さんはもう風起こしでじわじわ攻撃してきます。沈むことはない。はいはいはい。耐えました、スイ君。風起こし。風起こし同士。風起こしだよ、風起こしだよ。地味な。さあ、うん、あ、神秘の守り。あ、間違えた。水にやったら間違えちゃった。しゃあ、バブル光線。守る。神秘の守り。守りたい。守れない。おお、オッケーオッケー。いいよこれ。いい戦いになってきた。いい戦いになってきましたよ。でも私はもうこれです。これでしかない。はい、いいです。さあ、数起こし。さあ、行くんだ。18。16で。18いけます。2余る。おお、計算通り。さすが。計算してますちゃんと。何ポイント食らってるかとかちゃんと計算してます？してないです。お互いお互いちょい残し。これはちょっと素早さの勝ちですよ。素早さで負けそうですね。素早さの勝ち。いやいやいや、まあ、すごい。普通に 見合ってますね。もう見てますね。お互い。ここで買えないですよ多分。さすがに、うん。さあどうしたのか。おお、変えなかった。よし、スイ君は、スイ君対決勝利。ここで一旦瀕死。うん。ゴージャスさんは落ちますねこれ。まあ赤ちゃんだけちょっとフル HP ありますが、他は結構ピンチかもしれない。何だろう。お、ティノジャス。13。さあどっちが早いのか。さあどうなる。お、さすが電光石火持ってました。ティノジャス4がなくなった。これは作戦勝ちですね。電流来るね。電流来る。電流来そうな雰囲気でしょうか。はい。何したのか。エンテイ出ました。エンテイ出ました。エンテイ、お、お、超えました。超えるんだ。この対決はやらない。あ、赤ちゃん、赤ちゃんだ。赤ちゃんですね、これは。赤ちゃん色違いの登場です。赤ちゃん、赤ちゃん、かっこいいね。踏みつけ、踏みつける。強い攻撃。おお、しゃ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 。うちの速さ知らないだろう、赤ちゃん。赤ちゃんの速さ、はい。うわ、速いな。滝登り。赤ちゃん速いですね。滝登り。イエロー。大丈夫大丈夫大丈夫。消えろ。おー、しゃ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 。一発では無理、一発では無理だこれ。さあ、超えました。超えただけだろ。負け犬と覚えだ、負け犬の。よしよしよし。この対決、お前ら、ひのじゃんと戦いたいんだ。でもこれはちょっと直輔さんミスったんじゃないでしょうか。いや大丈夫です。大丈夫ですかね。はい、いける。いける。あ、そうか、電光石火持ってんだ。思い出しました。この電光石火持ってんだ。変えてる可能性もありますからね。耐える、はい、電光石火。耐える4。ルージュだ、くんじゃない、はい、はい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 。直輔さん、あと2体。ルージュは眠らせるんでしょ、また卑怯な手を使って。卑怯な手を使って。先生、堂々とやってるじゃないですか、自己再生使わずに。そうですね、むしろハンデ上げてるぐらいのね。本当ですよ。再生の認められてないから、公式で。そんなことはないですよ。そう、ゴージャスさんもまあ3体残ってますけどね、結構 HP は。煙幕って継続するの他のポケモンですか、うん、いや、しないです。しないの。この子だけ、その子だけです。
俺なんか煙幕殴り合いで勝てる気がする。おさあ HP13 ですが、そんな煙幕に負けないんだな私は。戦闘態勢に入って、さあ煙幕、うん、さあこれが吉と出るか凶と出るか、いけるいける、絶対当たらない。よし、ああ命中率は下がりました。つぶらない人目。さあ雷パンチ、絶対いけない。おー外れた、これは賭けに勝ちましたね。また勝った、もう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 絶対もうもう行く、絶対行く、電光石火、絶対負けない、電光石火、電光石火をミリです、ミリです、ミリです、うん、これは余るよ。でも次あなた、1位です、あなた食らわない、あなた私いけます。さあこれ当たるか、避けますよ、当たります、当たります、当たらない、これはちょっとやばい、どうした、どうした、どうした、ここでまた最初か、どうやめてください、やだ絶対当てるから、命中率100なんだもん、絶対当てる。さあ火炎の馬、いや大丈夫、おー惜しい、火炎にいけたら、当たる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 、当たった、当たった、さすがによしよしよし、3度目の正直、よかった、ナイス電流。でも結局はね、はいはい大丈夫です、俺分かってたから、おーまあ確かに、ただ電流3なんですよね、3ですね、さあ赤ちゃん、ここで電流を倒せればでかい、もうもうもう、はい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 、直輔さんそこで入れました、帰るだろどうせ、卑怯な卑怯な、何見てんの、めっちゃ見てますけど、卑怯なって誰が言ってんねんっていう、誰が卑怯なって言ってるんやぐらいの感じですよ今。全く、はいはいはい、よしよしよし、当たれ、電流から当たれ当たれ、よっしゃ、当たった相性フリー、効果抜群でした。もうさあ眠れる獅子が、ね、眠れる獅子起きちゃうか、目を覚ますぞ、よし残念だったな、ブラッキーが起きたらでかいですよ、いや起こさせずにそのまんまお帰りにしていただきますわ。31しかありません、ブラッキーいいよ、ね、もう帰れないですもんね、あ、目を覚ました、あー嘘、こっちの方が早いスピードスター、これはゴージャさん持ってますね、持ってるだろこれ、ここで目を覚ますのは、おしまい、やばい、来ました、これ熱いですよ。さあラスト、直輔さんのルージュラ43-48、いや、やばいなー、 HP が48の方がおじさんだぞ、おじさんおじさんですねそれどう関係するんですかいやでも頑張ろう、どっちから、はいこっちの方、よし、そうなんです、早いんです、どうや、引かない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 、よっしゃーうわー卑怯だ卑怯だ、全然卑怯じゃないですよ、いや私もう自己再生1個ないんですからね、いやいや卑怯だな、いやよかった、何がどう説明していいか分かんないけど卑怯だじゃあ先生のルージュラの見てくれ、俺やったー、俺相手に5体やられてる俺相手にさ自分が雑魚だと言ってるのと一緒です、俺を相手に5体負けてる、5体まあ前回のね戦いも合わせまして、2対0で直輔さんの勝利と、やったー、かなり強かった、でも小田さんもそうですね、結構いい勝負しましたね、うん、だからまあ殿堂入りした同士のポケモンでは結構均衡保ってるぐらいの感じなんで、うん、まあこっからですね、こっからまだあるので、本当にゴローンのレベルと赤ちゃんのレベル40だったらお前ボコボコになったのまあその可能性ありましたね、よかったなゴローンと赤ちゃんに感謝しなということで、うん、はい、まあ、バトルはここまでで、うん、はい、まあ、勝利した直輔さんには、はい、2回どこかで、はい、絶対にヒントをもらえる券っていうのを、やったー、与えますので、これでもう直輔さん、うん、多分迷ったりした時に、はい、もう無条件で教えますんで、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます、山田マン、俺お願いしたら絶対教えてくれるということで、はい、今回ちょっとまあバトルも終わりまして、うん、実はですね、まあちょっとコメントを直輔さんとゴージャさんももしかしたら見られてるかもしれませんが、はい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 、お互いに実は交換して進化するポケモンを実はパーティーの中にいるっていうのが実は
ありまして全然分かってなかった。あ、本当ですか、うん、どういうこと交換してってどういうこと。通信交換のみで進化するポケモンっていうのがいるんですよ。誰誰誰誰。さあそれをちょっと今から、まあ、あの交換していただいて、うん、お互いにもう一回返してもらうっていうので、はい、進化させてお互いの手持ちにするっていうのを今からちょっとやりますんで。おー、それ何返さなきゃダメやっぱり返さなきゃダメですよ。まあそれはまあお互いに次第ですけど。つるさに、つるさに違うポケモン渡してロケット弾みたいなことしないでください。まあそれをしなくてもいいですけど しますか。何のポケモン、もう先聞きたいですか。聞きたい、うん、じゃあゴージャスさんは、はい、ゴロンです。するゴロン進化するんだ。ゴロン進化します、うん、で直輔さんはカードです。だからユンゲラですね。あ、なのでまあこれお互いどっちかが進化させたくないっていうなら、はい、もう進化させないので直輔はしたくないみたいなこと言ったら。あ、本当ですか。じゃあもうお二人ともしないですよ。私がこれあのメリットなくなっちゃうんで私がいつ言ってたんですか。でも見たいですよね。あ、そうですか、ね、じゃあ進化しましょうか。しましょう、はい、交換交換で。おへー、交換サービスで、ここで直輔さんが、はい、直輔、はい、これで、はい、ね、こうやって交換するんだ。で、まずゴージャスさんですね。で、ゴローンを、ゴローン、はい、選んでいただいて、はい、はい、よ、おお。さあ次直輔さんですね。こうでカードで、はい、うん、やだ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 やおお、いってらっしゃい。あー、おお、すれ違った。来た。あ、さあ交換終了後にまさかの、え、どうなっちゃうの、うちのカード。どうしたどうした、何何、うちのカード。あー、俺が A ボタンを間違え。お、フーディン、フーディン進化しました。フーディン、スプーン2個持って、スプーン2個持ち、シャレ食べんのかな。こう、おお、ゴローンどうなんの、ゴローン、え、ゴローンどうなるの。ゴロゴローンじゃない、ゴロゴローンか、さらに転がって、うん、おー、ゴローニャ進化しました。ゴローニャなんだ。あ、すごいな、ゴローンって怪獣みたい。すごい。これでもう一回同じことをしてもらうと、はい、お互いのソフトに返ってきますので。そっかそっか、今ゴージャさんの方にフーディンが入ってて、直輔さんの方にゴローニャが入ってます。うん、はい、カード、カード返してもらっていいですか、はい、これをしていただいて。うん、いやなかなか交換子供の時はできなかったからな。ちょ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 、違います、ゴローニャ、ルギーニャじゃない、ルギーニャじゃない、ルギーニャじゃないのよ、ゴロテ、エンテ、ゴロテじゃないです、ゴロテ、ゴローニャ、はい、通信で進化するポケモンなかなか進化しなかったな私。そうですね、2個ソフト持ってないとね、一人ではできないんで。そうですよ、はい、すごい、さあ無事帰ってきた、帰ってきました。で、これでレポートしていただいて、はい、うん、はい、ということで、はい、今回はまあ、うん、ここで終わって、次回、うん、冒険再開しますので、はい、はい、まあ今回交換して進化したこの 2つのポケモンと共に新しい冒険を楽しんでいただいて、うん、先にクリアをする方が勝利と。そうですね、よし、はい、で負けてしまうとゴージャスさんはちょっとまあ直輔さんに、はい、まあ大きなプレゼントがありますのでね、はいはいはい、その辺ちょっと頑張っていただいて、もう人間捕まえてますから本当に交通費の方が高いからおそうですよね、3件捕まえたら交通費も払ってもらえると思います。その足止めがあるんですよね、私に対する。そう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 、結局ね、出費はあるからさどうすんの。まあまあまあ寄り道するのもありですよね、うん、今後。まあね、うん、まあそんな時間ないと思うんですけどね。おお、追いつくと、おお、はい、
いや楽しみ。そうなるか皆さん、はい、予想を立ててコメント欄に記入してください、うん、お願いします。はい、ということで本日ここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。コローニャ育てるんですか？捨てます。せっかくしたのに。せっかくしたのに。石ころのように。石ころのように。かわいそう。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ、メンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。